せーの、ニコナイト。全然わかんない。初めましてでしょ。初めましてですね。自己紹介でしょ。あ、どうも、ドリームのヒガです。初めまして、お願いします。緊張してる。緊張してますね、これ初めてですもん。いや、俺も2回目だけど、初めて。だって前回ヒロとレイトくんって、はい、2人とも緊張してたから。もう、辛いね、初めての人出ると。ね、そうですね。もう、ランさんがいるならまあ行こうかなみたいな。あれ出てんじゃん。そうですか。あ、本当だ。ヒューが、あ、出てるわ。見てる。いただきます。いただいてます。あ、乾杯。いただきます。乾杯。そう、ヒューがですよ。まあ僕もあれですね、もう1ヶ月ぐらい経ったんで、まあ、ちょこちょこ早いですね。みんな優しい人ばっかで。なんだそのあれ、もうありきたりな。先輩あげるっていう、ありきたりな会話。先輩あげちゃう。コメントをたくさん欲しいね、今日は。未経験から欲しいです。そうです、初めてです。まあ、先月まで工場で働いてたんで、ヘルメットかぶってました。これ声届いてんのかな。分からんな。声届いてない。入ってないのかな。工場。工場。工場は結構レベル高い。面白すぎるでしょ。初めて見たわ。わざとかな。どんな工場だって。どんな工場、これ言っていいのかな。普通の車のガラス作る工場。そう、ごぼうでもあるとめっちゃ来るやん。誰いじってんの。知り合いだ。知り合いか、分かんない。知り合いだったら LINE して。もう ごぼう洗いみたいになってる。めっちゃいじるやん。なんでホストやろうと思ったの。なんでホスト。そうっすね、まあ、もう一人キャストいて、その人に一緒にやんないみたいに言われたんで、まあ始めてみようかな。誰。めっちゃいじるやん。真面目か。普通か。かんの、こっちのみたいな。なんかできる。そうだよね、友達3人ぐらいもんね。そうっすね。もうなんか最初あれっすね、友達ついたんで居酒屋感覚っすよね。うん、あ、久しぶりに飲んでるみたいな。飲めなよ。飲もうかな。あなたゲイですか。あなたゲイ。どっちがゲイなのかな。どっちがゲイに見えるのかな。髪明るい方。めっちゃ笑うね。あ、友達と初めてキャバ嬢。あ、でも今友達と、お、友達いた方が楽だよね。まあそうっすね。まあまあ、でも友達、そうっすね。右二人、右どっちから。右、右こっちか。こっち、こっち。ランがゲイなのか、ヒューガがゲイなのか。いや、ランさんも負けないっすよね、ゲイだったら。いや。ランさんも、もし俺がゲイだったらお前には負けてるわ。友達いたんだ。マジか、やばいやばい。友達ね、友達あんまいない。5人ぐらいしかいない、本当の友達。友達っています。僕あんまいないっすよ、友達。東京に来てからは3人ぐらいかな。新しくできた人ですか。うん、5人もいれば十分。いや、何、友達そんないない。沖縄帰ったらみんな友達だけど。そうだね。ミクシーやってないよね。ミクシー古っ。ミクシーだと高校生で終わりっすよ。ミクシーって、マイミク申請のやつじゃん。追加してねえのやつ。追加してねえ。いや、ほんと追加してねえ。マイミクコミュニティとか、コミュニティとかいっぱいあったやつでしょ。紹介文イケメンって書いてる。紹介文がたくさんあったらさ、なんかこいつ友達がいっぱいいる。そうもうイケメンって書いてくんないと、もうあの書き直して。イケメン。懐かしい。アメブロ、俺やってんのアメブロ、ツイッター、インスタだな。今やってます、そんな。アメブロは、最近、更新してないけど。へぇ。なんもやってないですよ、僕。ツイッター、フェイスブック、インスタ、アメブロ。なんもやってないです。やったらいいじゃん。
始めようかな。インスタやるんだよ、インスタ。みんなインスタやってるじゃん。タイミングわかんないし、何乗っけていいかわかんないですよ。モバゲーはやってるよ。モバゲーもモバゲーはやってるよ。モバゲーはまだアカウントありますからね、僕。モバゲー売る。モバゲーやってる。海賊トレジャーまだやってるんで。わかる人いんのかな、海賊トレジャー。なんかさ、自分であれ作れたよね、モバゲーとか グリーとかって。顔っすか。顔。あこんな感じっす、今のこんな感じっすよ。全然髪黒かったっすよ、高校生なんで。なんかさ、あったじゃん、ニックネームとか。ありました。俺その時にマイボスマイヒーロー好きだったから、永瀬くんが出てるやつ。ああ、それトルネードの巻き寄ってるとか。俺トルネードでした。すげえ中二病みたいな名前。トルネードやばい。トルネードの、トルネードやばい。トルネードの巻き寄ったらトルネード。超痛いでしょ、超痛いでしょ。なんだろう、俺誕生日のなんかコメントめっちゃ欲しくて、うん、自分の誕生日載っけてました、1023つって。誰、僕っす。でも全然来ないっすから、友達5人しかいないんで。全然来ないっすよ。ガールフレンド、カッコ仮は誰借りよって、ガーヒーおはようって。友達写真と全然違うこの子だって。誰、どっち、どっち、どっちとか。メイク中断して見てるんだぞ、ありがとう。だお前のことじゃない。そう、どっちがいいのかな。それ銀行の暗証番号だって。銀行の暗証番号はこれ P とか入んのかな。入るわけねえじゃん。言っちゃうけどね。で大体誕生日だよね、右の豚。俺めっちゃいじるやん。なんて検索出るか。そら俺友達検索ができないからランになランなんだよ。これホスラブにも書かれてますからね、検索できない。痩せないよみたいな。俺も炭水化物ダイエット、炭水化物ダイエットだよ。何ですか、僕炭水化物抜きだけっす。だけ食ってます。いやさ、この汗、汗だってそんな。デブなんで。検索今日は後から2人来ますよ。そうですね、後から2人来ますね。そう、マジタイトル分かんないし、どういうとユイさん、タイトルないよ。ユイとレイトが来る。カイさん、カイさん、カイさんと出たの俺いつだろう、最後。なんか最初出たんじゃないですか。まあまあ昔見ましたよ、僕。ああれで出た、ドリームがオープンする前に出たぐらい。なんかみんなでガーって、うん、4ヶ月前最後に出た。早いっすね、4ヶ月かな、解散を最後に出たの。すごいな、こんな声だな。豚骨スープ。すげえ。誰これ、身内だったらいいな。知らない人かな。ゆいたん来るの。ゆいたん来るよ、多分。なんか後から来るって LINE 来たけど、こっちに全然 LINE 来ないから身内見てないのかな、知ってる人。ゆい最初来ない言ってね、結果ね、後から来るんで、うん、スターなんでね。カマチョだから、カマチョだから、カマチョだから。ゆいさんめっちゃカマチョ。昨日とかやたらカマチョっすもんね。今度ガーヒューとタケル君出て、あ、今度多分出るよ。出てないメンバーが先に出るから。そうですね、ランさんもなかなか汗やばいっすよ。あっちいもんだって。あっちですか。二日酔いだから。ガーヒュー昨日お前のせいで二日酔い。いや、でもランさんも割と言ってくれるじゃないですか。ランさん飲みに行きました。しょうがねえなみたいな。カマチョだから。カマチョだから。メンヘラカマチョ中二病だから。カマチョしかいない。カマチョだよ。かわいいわ、みんな。レイトさん。レイトさん来るよ。レイト来るよ、多分。あと30分。多分ね、30分後ぐらいに来るかな、きっと。汗すごい。もうここ垂れてるもん、汗。これ汗っすよ。ヒューガーマジでやばい。何がやばいの、なんか言ってほしいよね、ちゃんとね。言ってほしい。具体的に。これどうせ誰かわかんないんだから。うん、ヒューガーやばいのしかもうないっすもんね。ノリがやべえ。ガーヒューはド M。誰ガーヒューって言ってる人いる最初言ったからじゃないですか。最初ガーヒュー言ったからじゃないですか。新人じゃないの。新人です。入って1ヶ月。誰にガーヒューって言われるの。誰にガーヒュー、いや、ランさんが最初っすよ。俺ガーヒューって言ってない、俺ヒューガって言ってんの。うん、そしたらガーヒューから。お前が返してくる。それ退入の時っすよね。いや、退入から分かんない。最初の時っすよね。新人なのに無駄な感動が。誰で新人感ないもん。いやいや、ありますよ。ないじゃん、全然。全然ありますよ。元新人の子は、うん、なんか、おどおどしてるもん。本当っすか。先輩といても。その辺はなんかグイグイ来るじゃん、うん、そうですね、理不尽なんで、僕基本理不尽なんで。
って堂々としすぎて新人なのに脂肪の金か鎧かすげえ確認すげえ確認ほらやっぱほら新人はそもそも放送であまり喋らない大体そうだよ本当に本当っすか、うん、ヒロなんて、うん、クソもんだってマジっすか、うん、ゆいには似てるそう言われるゆいさん似てる言われるあこれ言うとゆいさん喜ぶんだろうなカマチョだからカマチョだから昨日もな車でずっとカマチョだったそうっすねもう車だからずっとだからなんか昨日具合悪そうだったじゃん、うん、具合悪そうでさなんか俺が言ってたなんで言わないのみたいなどうせカマチョとか言うから俺はもう言わないことにしたとか言ってずっと横になってめっちゃ可愛いっすね可愛いわヒューのキャラ得だね豚の置物えで豚で置物だったら最悪だからそうっすよねやっぱね待って俺やっぱ豚なんすか僕いやなんかもう半年ぐらい前に太ってでももともと何キロだっけ僕62っすね175、62で今はいや今70ぐらいっすねああ8キロ太ったんだそうっす冬78までいってそう僕は78ああでも俺もそうだよ俺69だったからやっべえと思ってパンパンだからマジっすか痩せようと思って僕まだ顔でかくなった自覚ないっすよこんだけみんな言ってくれる映像見たらいいでほら一緒にどっちがでかいか俺と思うありましょうでかいわやっぱ悔しいな暑かった暑かったでだってもう小中高本当にもう顔ちっちゃいしか言われてないでもごついんだよえやっぱ部活やってたからガタイかなガタイが良くて、うん、いい感じに食うじゃん食いますね僕だからじゃないだからかな気づいた運動もしなくなっちゃってそうっすね昨日久しぶりにアスレチック行ったらもう体バキバキっすよもなんだろうねライトさんが身近にいるから確かに確かに俺はまだ大丈夫っていうそうっすねなんかゆとりが来るんだよねあれがダメあれがダメあかん僕よ甘やかしますもんね完全に甘やかすよ上にも下にも大きいの2人いるそうそうそう甘やかされてるわ顔丸いよねえ顔でかいと思ったら顔でかいって書いて今日から頑張るわヒューがブーちゃんえブーちゃんはやばいブーちゃんはライトさんだからなまだね顔でかくなった自覚ないんだ俺顔でかいだって早いわやったじゃん早いわ言ったそばからまあでもやっぱ映像見てる人が言うわけだからやっぱでかいんすかねわがままボディなんだよお前そうわがままお前昨日も居酒屋で飯食ってる場合じゃないそれランサが言ってくれるからっすよなんで俺のせいみたいじゃん俺のせいみたいじゃん俺酒しか飲んでないしずっとそうっすねもうちょいパリピ慣れたんすけどねガクが言ってたよヒューガさんは途中で飲むペースが落ちたんすっていや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 ちょっと落としたんすえ、ちょっと待って、ガーヒーホスト歴だから1ヶ月だけ今初めてやってるホスト売り上げ全部食い物に使ってんじゃねえよめっちゃ書くじゃんそう初めて売り上げは1ヶ月でそのそうだねすげえなこれいやさすがに1ヶ月の売り上げをご飯に使ってたらもうほんとっすよね豚麺しか買えない豚麺だけっすもうあれだよねなんかさ、なんだっけ、うん、なんていうか忘れちゃったなんすかなんていうか忘れちゃったもう売れるって書いてる人お店来てほしいわお菓子持ってきてね、来るんだったら何がいいお菓子好きなお菓子とか言っといてくれ豚まんじゃなくていいの豚まんいいな豚まんいいけどやっぱピザポテトピザポテトいいよデブだねピザポテト好きっすピザのポテト、うん、デブだよピザポテト買ってきて、大きいやつ共食いピザと共食いってこと豚まんの方が豚の方か入手困難だよねそこ探し持ってくるのピザポテト3つないよね今ないですねピザポテトメルカリで買うわやだわメルカリで買ったらやだわ請求されそうだわカールを持ってきてくれたら多分もうまだ関西の子だから本当ですか西日本はカール確か、カールあるんですか関東がもうないんだよね確かないっすよね、うん、なんかジャガイモ取れないとか言って僕んちの実家の裏大根とじゃがいもやってますけどねその量じゃ足りねえんだよああ足りないかカールまだあるよメルカリで3,000円で出てる高っ高っピザポテト実家どこなんか怖いそうガーヒューガーヒューガーヒューストーカーかなやめてよガーヒューメンヘラなんだからガーヒューガーヒューガーヒューあわたあめ似合うわお前似合うんですよ。なんか、いや、わたあめ似合う。いや、ここに割り箸刺しましょうじゃん。刺すやつって。わたあめ、あ、これゆいさんにやろう。喜ぶかな。
A さんわたあめ食べますよ。浜町だから喜んじゃうかもしれない。実家どこなんだってよ。実家青森。ここすごいっすよね。秋田じゃない、沖縄と青森っすもんね。普通に生活してたら絶対会わない人っすもんね、うん、青森沖縄。身近に青森の人いっぱいいるよ。いっぱいいますね、うん、もう距離で2000キロくらい、700。母ちゃん隣で寝てるよ。ああ、俺の母ちゃんミク知ってんの誰だよ。ミク知ってんの弟かな。青森じゃない、青森、青森。そう、青森。700が新宿からでしょ。新宿から。700キロ。あ、沖縄から青森ありそう。2000キロって相当だよね。やばいですよ。これ読めます。あの怖い山とか。恐れ山。恐れ山。恐れ山っていうの。恐れ山って言います。恐れ津軽弁ね。代表にかけてきたんじゃないですか。津軽弁と南部弁でしょ。津軽弁と南部弁です。もう何も話せないですよ、そっちの訛り。訛ってんの額だもんね。額だけだもんね。そうですね。もうじゃあ簡単な初級から訛らせます。ちょっと青森弁で悪口言って。いや、僕悪口とか言わないタイプなんです。そこ好感度上げようと思って。別に青森弁だから青森弁だからよくない。絶対わかんないでしょ、青森の子じゃいなかったら。じゃあ麺恋やってみる。麺恋。麺恋はだって東北で可愛いって普通に言うじゃん。そうですね。あとは、あとなんだろうな、まあこっちの人がもう見る。嘘つけだったよ。分かってくれてるから、お前が悪口言えないとか。あ、いつも悪口言ってるじゃん。悪口しか言わない。クソ人間。悪口8割。人間。悪口8割、理不尽2割なんで僕。クソ人間。8割だもんね。え、そうです、8割です。津軽弁で死ねわ。死ね。いや死ねだよ。死ねとかさ、なんか可愛いとかさ、そういうのなんか言うけどさ、難しいよな。難しいっすね。カスト。カスト。早っ。わかんない。でもカスト、カストだよみんな。そうっすね。カスがどんどん出てくるもんね。そうっすね。いいな。でもなんかみんなあれじゃないですか。ランさんとか出ないっすよね、沖縄の言葉。でも出ないっすよ。8年ぐらいいるから。沖縄の言葉って多分僕ら聞いても何もわかんないっすよね。いや、わかるよ。前の会社にいたんですよ、沖縄の人が。もう名前出してますもん、塩川雄二っていう人がいて。塩川って珍しくない？そうそうそう。なんかあるたんびに、なんかすごい世界だって言うんですよ。そういうことワールドが少ない。そういうワールドが少ない。だから沖縄の人も独特なんですよ。すごい世界。塩川見てないだろうな。いきなり出てくるよな、うん、出身大間です。わし、バイ塩川や、見てんのかよ、わし塩川。スラブ、ヒューガ枕、前原出身だって、沖縄出身の人もいるじゃん。マジか。ラーヒューのタケルも生にないよね。ヒューガ枕大好き。塩川、タケル彼女持ち。タケルいないからやめて。タケルが出た時にタケル彼女持ちとか言ってあげてよ。ヒューガ彼女持ちって誰も書いてくんないな。ヒューガは彼女いるの？彼女いないです、僕4年ぐらいいないですよ。マジで？こっち出たのが高校来てからなんですけど、もういないっすね。ヒューガはいないだろ、だって顔で判断すんなよ。豚でもいるわ。だから子供生まれんの。前原でお母さんの客に立てて話重いわ。お母さんの客に種付けされて生まれました。塩川、ヒューガ彼女いない、だってよ。やばいな、すごい叩くじゃん。ランさん、やっぱ顔でかいっすよ、僕。顔でかいっすよ、やっぱ。同じぐらいだよ。ヒューが彼女持ち。そう。なんか僕とランさんの話じゃない。坂口アンリ、精子くれな。やめて。もうあの方は。痩せればかっこいいと思う。誰？ホスラブ書いたよ。書いたのかな、ホスラブに。ホスラブ見てんの？もう見ますよ。結構こう見えて周りからの目気にするタイプ。痩せろやじゃん、まず。じゃあ痩せろや。周りからの目気になるんだったら。なんか。痩せたらかっこいいって言われたら、痩せたら周りからの目気にしなくても頑張れるじゃん。ああ、なんかそうなると構ってもらえないかなと思って。いや、逆に。じゃあみんなお前が太ってるから構ってるわけじゃない。あ、そうなんすか。うん、太ってるから構ってくれるのかなと思って。痩せたら構ってくれないんだろうなって。いやいや、寂しいじゃないですか。いや寂しい。痩せたら構ってくんないわ、やばいよ。だってあれですもんね、あの財布2週間ぐらい前になくして落として、で、あのまず最初に何をしたかと、僕ホスラブ見ましたから。
また叩かれてんじゃないかな。警察、警察行けや。警察行ってない。行け、行ってないや。行ってないわ。すげえなんかいろいろ出てくる。すごい。松井和代。マクラランラン。タイムリーじゃん。マクランラン。ヒューガソーロー。財布落として。なぜかに。ヒューガソーロー。いや、そんな言えないですよね。いや、それもランさん確かめてください。なんで俺がお前また確かめんの。ええ、ゲイかなと思って。俺が、うん、ユイにお願いしないと。ユイさんだったらすぐだろうな。今日ユイさんとバリアン行こう。嫉妬するから、ね、出た、出た、出たみたいな。よしよ。そうそうそう、めっちゃ来てるよね。そうなの、これめっちゃ来てるの。一個くださいよ。星、星真ん中の星あげるね。真ん中くださいよ。真ん中なかったら寂しくない。欲しい。ランさん服くださいよ。あのこの前ユイさんにもらったやつ、ここにアンピンいっぱいついてるやつもらっ、あ、ダメだ、ユイとお揃いお揃いだった、もらってないです。お揃いシャツ。真ん中の足は何センチですか。真ん中って なんか見えてんのかな。怖いな、なんか真ん中の足、下ネタってこと。あ、そういうこと。下ネタってことじゃないの、真ん中の足って。そういうことだ。君たちに真ん中の足ある。言い方がな、めっちゃ面白いこの人。言い方が、言い方やらしいわ。この人来てほしいよ、お店。何してんの。君たちの真ん中に足あるでしょ。あるでしょ。メディア、めっちゃ興味あるじゃん、この人。35センチ。やばくない ?35センチ。馬で馬。35センチってどのぐらい。これが25センチぐらいでしょ。いやいや、もっと長いです。ここでしょ ?35 センチって。きついわ。え、もっとじゃないですか。いや、そんなないよ、絶対。僕の足 27.5 っすよ、これ。27.5 でしょ。ってことは、こっからこんぐらい。馬です。はい、馬です。ほら、馬っすよ、馬。馬じゃん。馬だよ、馬。やばっ。でも馬のあれ、こんなでかかったらさ、どうやってしまうの。パンツの中に。この辺多分出てますよね。ボロンボロンつって。いや、ほんとだよね。ボクサーパンツじゃなかったらさ、そうですね、トランクスからだったらこの辺からテローって出てるわけですよ。やばっ。ここボクパンなんて多分この辺にありますね。こうなってますよね。へそまで来るの。いやいや、きついわ。温泉とか行ったら多分あれですよ、シャワーやってる間も床ついてますもんね。テローって。いやー、ちょっと、もうやだわ、下ネタやだわ、あんま好きじゃないわ。俺も下ネタも喋んないんだ。ニコ生でしか下ネタ喋ってない気がする。きついわ、下ネタ。熱そう。太ってるからかな。え、こんなコメント来ると思ってなかったっす。いつもこんなもんすか。いや、わかんない。今日多くないっすか。いや、ガーヒューがやっぱ人気あるから。ほんとっすか。うん、ヒューがいなかったらこんな、あ、もうコメント多分今30ぐらい。ほんとっすか。じゃ、トイレ行っていいっすか。いいよ。そしたらもう、俺もヒューが、もうヒューがトイレ行った瞬間にもうもう止まるから。もう、あ、もうヒューがいないやったら私にこのまま見ないやつ。いや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 、かわいしなら1時間で300くらいだったら。そうなの。なになに。ちょっと離婚、うん、離席、離席っていうこと。あ、席離さず離れた。あ、席ってあれね。ヒューガー、誰、なんで俺頭悪いの知ってんだろう。早いな。ヒューガーさんがいるんだよ、だから。いや、ヒューガーさん、ガーヒューガー荒らしてとか言ってたから、荒らしに来ただって。お前が荒らして。嘘じゃん、嘘じゃん、その子。嘘だよ。分かんない、分かんないじゃん、そんな。嘘だよ、そんな。そんな、何でもかんでも嘘とか疑いの目から始まるのは良くない。ああ、良くない。え、ちょっと待って、信じてあげないと。これだけ言いたい。工場ではできなかったタイプでしょ。これ言いたいです、僕。何が。僕や、リーダーみたいなやってたんで、工場で3交代の。そう、拾うんだ、拾うよ。ここだけは言いたい。だ、ホストデビューってこと。そうっす。ホストデビューでこういうキャラになった。いやいやいや、工場でもこういうキャラ。あ、僕こんな感じです。でもなんか普段はあんま、あんまっていうか割と怒ってること多かったです。工場のリーダーって何すんの。工場リーダーって勤務作ったり、現場監督みたいな。ああ、そんな感じ、そんな感じです。ずっとパソコンやったりやってました、パワーポイントとか。ああ、だから意見も言えるんだね。そういうことか。ヒューが騒動。何で意味がわからないやろ、このちょいちょい挟んで。面白い側に挟んでくるの、なんかガーヒュー、ヒューが。え、パワーポイント使えるよ。パワーポイント15分ぐらいの資料を作って発表するんですよ、みんなの前で。ドリームウェーバーは何それ。ウェーバー、
ドリームウェーバー。ウェーバーって何すか？パワポ以外に何に使えるの？なんだ？何に使うんだ？エクセルとパワーポイントしか使えない。何なの浴衣？俺の浴衣誰が見てたの？おしゃれだったんで。フォトショー使える。またやりますよね浴衣。そういえば。いつ？あれ来月浴衣じゃないですか？感謝祭。後ろの全然今初めて知ったんだけど。本当ですか？なんか浴衣また着よっかみたいなチラッと話します。また？何を着ます？え俺も私服行くから。何ですか？うん、この前赤だったんで。ああいうの好きなよ。何ですか？じゃあもう大人だし。もう27になるからさ。27ですか？だってみんな新人の子さすごいぐらいにさみんな派手だったじゃん、うんうん、浴衣。そうっすね。いや確かにみたいな。俺新人とかの俺新人とか若い頃がっつりああいう系着てたなみたいな。あもう着れないもんね。もうやばいっすか？もう落ち着いちゃってる。いやランさん僕明るいイメージですよ。派手なものを着れない。派手なの着てくださいよ。いやもうおっさんだから。いや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 、おじさんだよ。もう勇気たんじゃない絶対このローワンの音。俺勇気たと思うよ。ほんとローワンの音だよ。オイラン昔やったバースデーで。オイランっすか？オイラン、女物っすか？女物の浴衣買って、浴衣買って浴衣でオイランっす。熱いし見たいな。昔のどんぐらい前ですか？4年5年。おお結構え今の僕と同じぐらいですか？僕今20、今年3になるんで。あ、そう、そんぐらいですよね。そんぐらい、そんぐらい。やろうかな。27ジジイ。いやもう27はジジイだよね。27ってジジイのあれに入るんですか？いたわってほしいもん。いやいやいや、お酒飲め飲めとかじゃなくて。いやいやいや、もうお酒飲めじゃなくてランさんが飲もう飲もうって言ってくるじゃないですか。飲もう飲もう、レモンティー飲んどいてくださいよみたいな。あーもうすぐ、すいません生一杯ください。かっこいいな、大人の飲み方。外遊埼玉、外遊埼玉っぽいよね。本当ですか？僕青森ですね。おはよう。ゆうさんおはようございます。遅刻だよ。真ん中座ります？真ん中遅刻だよ。30分遅刻。ゆうさん遅刻みたいです。15万ばっかり。レイさん来ますよ後から。あ、そう暗そうしいな。15万。うん、罰金15万。払うか。払うか。よいしょ。ちょっとグラス持ってきますね。あるのかな。外遊に埼玉の。僕じゃ青森です。ランランヘルプつかないやん。誰やねんみたいな話で。コメント結構多くない？多いっすね今日。なんか僕めっちゃ叩かれるっす。でも、でもヘルプつかないやんって言われたら担当の名前とか言うのはまた違うから、またなんか俺の中で探りが入るよね。誰だろう。あのね、これね、デブいじられるから気をつけた方がいい。もういじられてもう最初にキューのデブいじりで多分300ぐらいいったんじゃないかなみたいな。お前のおかげで多分俺かすむわ。ありがとう。ゆいさんと顔似てるもありましたよ。それ多分嬉しい。それ言わないで。カマチョってディスってたわ。ああああ、バレちゃうバレちゃう。早いわカマチョってディスってた。すぐ作るわ。僕のことですか？え、ユイのことじゃない。全然うちらカマチョだよねみたいな話してるだけ。そういやユイのことカマチョみたいなディスるわけないじゃん。ね、いないとこでな。こんなやつ俺初めて。こんなやつ、あ、もうこういうとこ、こういうとこカマチョ。よっしゃカマチョやわ。これあ、みんなちょっとちなみに最初ユイで僕バースデーするから、イエイ。ね、あさって近い。乗ってるよ乗ってる上に。ここ多分暇やからほんまに結構ね。イケメン、イエイエイ、ボーボー、ユイ君またイチゴミルク飲もうね。だったよ。飲みましょう。もう何でもお酒が今はねたくさん飲みたいんで。あとね今日ねシャトーの代表さんもね、バスしてるから、まあ、僕も後でお祝い行きます。うぅ、ユイさんグラスいります？グラス、ストロー欲しいですよね、ユイさん。ストロー、あれ、いや、これ多分入ってるはずですよ。戻りました。いや、あれはだめ。ちょっとね、ストローいきますね。いちごミルクってさ、美味しいの？美味しいよ。美味しいよ。あらら、ピッテリーマイストロー。これそのままいっちゃ、そのままいっちゃうよ。ストローいってくださいよ。ユイさん、イチャイチャしたい。しましょう。暇やから。ガーヒー20日休むって言ってたよ。え、誰？そんなわけない。ガヒすぐ休むからね、人のイベント。いやいやいや、休まないです、休まない。あー、マジバースデーとか出るのダリーとかいうタイプだね。うぃー、よいしょ、お疲れでーす。うん、言うのだけは休む。あ、言うてたな。言ってました。すいません。
塩川いじるね、あいつ人気者だったもんな。塩川めっちゃおもろいっすからね。何塩川、なんか僕の前の工場にいた人の話をさっき言った。塩川さんのわけないじゃん、絶対。絶対ないじゃん、名前悪用されてるだけだから、ね、さっきから。いやいや、僕人を疑わないタイプなんで。これで塩川だったらマジお前のこと好きだよ。いや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 、だってさ、ニコ生見るって出るって言ってんの。言ったんです、言ったんです。それを知ってたらうちの店とうとう好きだよ。CM どうぞ。男たちは愛し合っていた。禁断の恋をするならハニー。おはようございます。おはようございます。おはようおいおい、たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。言いたいだけだ。イエーイ。あ、セットしてるもん。はい、お、600、あ、600ぴったりカスト、イエーイ。はい、レイトくんでーす。おはようございます。イケメンさん、いいよ。雰囲気変わったな。 CM 明け一発目カスト来たから。雰囲気すぐカストだ。髪型変えたんですよ。カストパチパチ来たわ。パチ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 。どうしたのその何金みたいな髪型。ナリキンヘア。チンボグレと言われたくない。チンボグレ。お前それユイディスだ。お前それユイディスだ。チンボグヘッドは最近なんか人気。チンボグヘッドは良くないわ。なんか人気ワードじゃないですか。チンボグヘッド。よく来ます店で。ヒューが。いやまたここでイチャイチャすると、ま、社長来たからそろそろ落ちる。社長じゃない。それは落ちた方がいい。あ、これ社長。これ社長。これ身内だ。身内だ。おはようございます。大体遊ぶ場所六本木だから。あーゆいさんも叩かれた。そう、じゃあ僕はね、痩せた方。天狗じゃない。レイトは天狗か。全然っす。今月やばいっす。いやでもね、僕ね、思うホストはね、天狗になったもん勝ちだと思ってるよ。ホントっすか。ほんまに。でそれで、あ、打ったらこんなに楽しいんやって気づくから、はいはい、うん、周りに誰もいないから。あ、ヒュヒュ、周りに誰もいない。周りには誰もいないけどね。楽しいわ。楽しいけど。楽しいっすよ。みんな金目当てしか周りにねえから。そうなんです。そして気づく、俺って一人なんだ。大丈夫ですか、なんかありました。大体天狗の人そうじゃない。そこでなんか変わっていくみたいな。大体決まってくる。なんかありました。なんもない、なんもない。結果自分が悪いよな、うん、それでタイムライン荒らされても、うん、イエーイ、みんななんかメンヘラばっかなんだ。カマチョ多いな、ここ。え、ここだってメンヘラ中二病の回じゃないの。あ、そうそうそう。あとカマチョ。あと豚。いや、お前さ、お前さ、なんだかこいつね、あ、俺、周りの目気にするんで。俺すぐ、おそらく見ますんで。だったらまず痩せろやって話。痩せたら誰にも構わ、言われねえわって言ったら、痩せたら誰とも構ってもらえないかもしれないから、痩せないですとかなく。ゆうくん可愛い、ありがとうございます。豚で今繋がってる。レイト見て、レイト、挨拶するしないや。あ、おはようございます。見てるからね。入るタイミングが見てるから。ゆいと、誰やす。はい、夏の予定は。夏の思い出。海来た、海。海行こうよ。夏の思い出、それ。手をつないで。それ、ランサムの歌詞っすよ。ああ、知りすぎてく。夏の子供もさ。ゆいとプール。まあいい。豚は。豚行くよ、こんがり焼ける。ゆいとって誰やねん。こんがり。あ、でも、白いより黒い方が。ですよね。やっぱ白いと、やっぱ膨張って言うじゃん。確かに。あ、膨張色だから。ああ、こんがり焼いてくれる。ダメだ、後ろだ今日。大きく見えんのかな。いいね、今日みんな白黒でちゃんとなんか。あ、本当っすね、バランスいいですね。確かに統一されてるわ。チョッキチョッキチョッキ。差し入れだってよ。差し入れ調整できないからね。チョッキチョッキって初めに出すね。何すか、チョッキチョッキ。ベストあ、チョッキって言われたじゃん。ベストなんかあれだよ、いろんな言い方ない。チョッキとかチョッキベストとか。チョッキって言いますね。なんか直帰言わなかった。なんかじいちゃんばあちゃんに言われてましたね。懐かしいな。やめて、すげえ俺がじじいみたいな。じゃあファスナーじゃなくてチャックとかでいいんですか。それは違います。このことね、このこと。そう直帰。え、ベストじゃないの。ベスト、今はベスト。今ベスト。ちゃんちゃんともまた違うの。
今ベストって言う？今ベストじゃないですか。ヒューガジギーとかなんかなかなかそういう言葉。松橋僕いいね。グーグーおーコメントいいね。いいね、髪色もなんかグラデーションになってる。確かに、だん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 本当っすね。進化系でしょ。ゆいさん群を抜いてます。バンドのジギーフルーなんかバンドみたいですね。えー、じゃあ俺ボーカルするわ。じゃあカスタネット。ああ、俺カスタネット。レイトは多分なんだろうな、ベースだな。ベースやってそうだ。ベースギターどっちかだよね。何やろうかな、ホルンとかやろうか。やってみようかな、ホルンとか。ダス素晴らしい。ゆいはミクシーやってんのって。だから誰ならミクシーで倒してくる。もうやってる人いないから。だいたいパスワード忘れてもうログインしても入れないから。ミクシー懐かしいな。やってないな。今 SNS そんなしてないな。インスタぐらいかなハマってんのは。俺でグアムから帰ってきて暇すぎて前ミクとりあえず増やした。ひたすら風邪ひいて暇すぎて前ミクをただ増やすっていう。300人ぐらい増えた。誰か分かんない前ミクが。僕のインスタ見てください。ミクシーにいたよ。あでミクシー派ミクシーどっち。インイントネーションやんなかった。ミクシー。え、俺シーミク、シーミク哲学。シーミク古いやん。シーミク。じゃあファッションセンターはし島村っすか。島村っすか。いやラームやな。ラームラームっすか。ラームって言いますか。ラームやからマシーミク。うちのボーカルぶっ飛んでるもん。あべ、あべるやん。今コミの管理人不在でなりたい放題、ね、なりたい放題。管理人とかいたね。ミクシーってあれでしょ。なんかワードを上げたら解除削除されました。そうこのコメントは管理人に削除されましたみたいな。ミクシーで寝たい言われた。ミクシー緩くなかったっすか。なんか モバとかフリーってもうすぐ消されるみたいな。メールアドレス枕ゆいさんイエーイ。わわなんかメールアドレス教えるのなんかドコモとかもひらがなで書いたりしてやってましたね。ギャルルやってる。あ、ギャルルやってた前。え、僕ミクシーちなみにもう5年ぐらいやってないっすよ。多分影武者じゃないっすよ。なりすまし。グリーンは、うん、逆に今やってるの。でもそうだよね、5年前とかだよね、ミクシーとかって、うん、やってたもんね。5年前ぐらい、もっと前、うん、そんぐらいですかね。ミクシー10年前だ。10年前だったらもう出会い系サイトじゃないの。なんかあったじゃん。スタビ。あ、そう、スタビちゃん。スタービーチ聞いたことある。俺全然知らない。スタービーチって有名だったんだって。マジか。なんか桜、田舎のところでこう田舎でやってましたね。桜がいない本当に会えるなんか出会い系サイトで有名だったらしい。僕10年前小6っすよ。俺10年前17歳。10年前か。ゆい出会いカフェ。ゆい出会いカフェ。誰ガーヒーは鳥谷のデッドボール知ってるの。ウグイスダリな。誰お前。じゃあウグイスダリな。あ、ウグイスダリ。お前すぐ阪神の鳥谷持ってる。鳥谷この前デッドボール食らった。出会いかそれかなと思って。それかなと思って野球やってたからってあれは鳥谷の鳥谷。あれウグイスダリ。あ、違うんだ。阪神持ってこないで。ウグイスダリか。いや確か選手会長がなんかだよね。連続試合記録がかかったんだよ。一番だっけ。え、そうっす番号。あ、そうそう、そう、ショートから北条が来たから三度にコンバートしたっていう。めっちゃ好きやん。めっちゃ好きっすよ。最初ショートだもんね。そうっす。京都美人に結衣来てたよ。僕、何すか京都美人って。お店っすか京都美人って。知らん。なんかお米とかでありそうっすけど。なんだろう。出会いカフェって行ったことある。ない。ないっす、ない。何すんだよ。怖くない。お酒コーヒー行きます、みんなで。分かった、俺でも出会いカフェはあれのイメージ、牛島くんのイメージだから。あ、マジックミラーに、マジックミラーになってやんのかなみたいな。牛島くん何言うか。サンキュー来てる。サンキューって何。ホストサンキューはね、うん、風俗かな。風俗。フランさんめっちゃ詳しくないですか。もうなんだかんだいるから、ね、大先輩だって言うても俺より俺の4倍いるから、ね、このグループに。そうそう、ユイさん今2年ちょいぐらいですか。俺は2年。お前何ヶ月。もう1ヶ月。なんか謎の貫禄とかかかりますね。え、1ヶ月だよ。だから大体ね。だったかよ。だってこんな喋んないもん。すごい。レイトだって初めて出た時。いや、もう無理っす。レイト初めて出た時もう無言。置物。まだオブジェですか。オブジェ。前回もそうでしたけどね。オブジェか。緊張します本当に。前回もオブジェだったの。前回も結構。あ、リョウヤとユイト出た時。そうです。僕も緊張ないっすよ。
一切なんか いつもあ汗止まったね。止まりました。最初ね多分緊張からだと思うんだけど汗だらこれ汗の後だよこれ。これガーユの汗もう汗だらーって水たまりになっちゃってもうお酒ないんだよ。緊張がなお酒ないですよ。これ俺のや、うん、これレイトのこれ多分持ってきてくんないかな。何をお酒っすか。俺も飲んでいい。ほんとっすか、うん、すいません黙ってないのかな。なんか俺まだ酔ってるし。何や3日酔いっすか、うん、で酔ってますもんね。いやマジで昨日やばかったな。そうなの、うん、すごいっすね。まあ、今日コメント。あ、お酒飲めないんだっけ。そうですね2週間ドクターストップ諸事情で。あれドクターストップで病院の選考がダメって言った病院の選考がでもさ、なんかさドクターストップとか言われたらさ飲みたくならん。いや、言われ思います、ね、マジで俺それなの。で、この間また病院行ったの、はいはい、そしたらね、相変わらず血だらけだったえ、マジっすか。え、なんなのこのお店みんな体調悪いの駆使してるな、頑張ってんだよな、うん、ドクターストップ、ガンヒュードクターストップ。ガンヒュー僕毎月熱出るんで太りすぎちゃって毎月そう毎月40度ガーヒューはカロリーストップしちゃう。ガーヒューもっとずっガーヒューだ。10月の誕生日カロリーズーム語りいやカロリーストップって言いながらもうユイさんもランさんもご飯連れてくれるんだよ。レイスさんもご飯連れてくれるんでここみんなご飯あの誘ってくれる組なんで。いやだってでも俺ご飯食べないもん。えでも俺本当になかなか行かないからでマジで。本当っすか。あでも、うん、俺めっちゃ行ってるけど。だけどユイとそれはもうでも最近僕ランさんよりユイさんの方あれですね多いですね回数多分。ラーメンラーメンラーメン。でも昨日ランさんと行きましたよ。ご飯行きました。出してます居酒屋に。いいの手振ってイエーイ。なかなかやかましいよタケルがずっとイライラしてユイさんタケルが後ろのサラリーマンがずっと肘が当たるっつって手ずっとイライラしてるタケルが。あ、それでですね優雅じゃなくてです。そうそうこうやって多分カメラ見てると顔でかい見えるんで。そカメラ見てるあんま酔っ払ってる姿見ないですからね。夏のブログムさん3人付き上がたける今日18日でしょ。たける終わる。そうっすね明日ふたかりは手を振らんでいいよって。あ、振らんでいい。すごいもういじるね。あと使ってるユーさんバーヒューさんはさ、はい、どんなホストになりたいの。ホムスか。俺あの初めてレーダーコンには俺聞いてんだけど。そうっすね。どんなホスト、どんなホスト。まあなんだろう。イケメン。あの職業イケメンって僕。ただ僕職業イケメンって言ったんで。店間違えたな。エアグループだね。ああ。エアグループたまに言われますけどね。エアグループでしょみたいな。いやでもやっぱ売れたいっすよね。すぐ。歌舞伎ドリーム。売れたいなんてみんな思ってるわ。いやいやいや歌舞伎ドリームって言葉あるじゃないですか。ドリームつかみたいね。パーンパーンって来たいっすか。じゃあ、よしくじゃあ、こっちだ、こっちだ、行こう。めちゃいじるわ。俺もう松の家行こうかな。松の家だったら多分すぐスカウト来ると思うんですよね。いいの入ったわ、つって多分僕何店舗かまたぐと思うんで三元とね、松の家行ったらゆいさんと一覧行きたい。たけるくん見てんの吉宿所行けよが、もうギャップが激しすぎて止まんないわ。ギャップがリーさん LINE 返して無視しないで。いや僕返してるつもりやけど。松井和代じゃない。松井和代っすね。和代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 って呼んでんの。できてるじゃん全然。僕和代呼んでます。多分栄一郎のライバル僕なんで。栄一郎言うなよお前。栄一郎がお願いします。逃げられた先に僕いるんで。お願いします。ゆいさんおめでとう。今日18日があさってか誕生日。そうっすね。ゆいさん良かったんですか。ゆいさんのバースデーの宣伝なのに僕呼んじゃって。いやだからこそ呼んでんだよで。え、なんで呼ぶ。じゃん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 。今日調子乗ってないな、ゆいさん。は調子乗っちゃって調子乗っちゃって外れた。そりゃそうだよ。だってお前がこれタイムボカンの時計してないから。ゆいはへこんでんねん。ね、せっかく買ったのに36万の時計。はい、高いの買ってもらったね。やめて本当に。税務署関係の人怖いから。いいの買ってもらったね。ミスター高い。まじ、あ、ごめんなさい、嘘です、すみません。値段聞かないでください。そういうのすぐ拾うわ。 CM だぞーって言ったら CM どうぞー。
おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。ガランド超さガランドガヒュー寿司松ガヒュー枕か枕かじゃないかはっきり言う今のうち宣言しようとこいいえ枕じゃないのかあゆうさん LINE 返して半枕返してます半枕って何だろうゆうさん返して返してますゆうさん俺もゆうから LINE 返ってきてないのそうゆうさん返ってきてないですよ LINE LINE どっち俺は返してないのかでも俺は返してないってことはないですもんね了解ですほら返してない見てないですもんうるせえお前全然見てない俺だって今未読無視だもん本当ですよもう折れますようわで分かった返す返す返しなさいよもう今流行ってるスタンプで返すけど外遊枕させてあげるか金ください誰キャバ嬢みたいやん外遊だったらいくらだったら抱ける抱いてもらえるだけんなんていうの抱かせてあげる俺が抱いてもらう側大体もらう側、お金払う側だ。ああ、俺が払う側か。外遊の価値が今。大の喜び。何これだよ。独特。自由からラインが来た。野生爆弾や。ゆいさんライン返して返して返さないから。1000万でも買う。高っ。高っ。ヒューガってそんな。すいません。誰肉まんって書いたの。まあ時間があればね。豚まんって書いたら面白いのになこういう時。いくらだったら出せる。豚まんだったら面白い。それ最強だね。こんだけいじってさっき豚まんの人帰ってくんないもん、ね。やっぱお前結構強靭なメンタルを持ってるな。はい、やっぱり見込んだ価値あるな。そうですか。でもメンタル弱いっしょ。あ僕弱いです。すぐ干さなく見る。これ終わったら僕すぐ見るんで。あと携帯で日記っていうのも教えてあげる。なんすか携帯で日記。なんかいろんな人のやつがある。もう800いってるよ。時間使えない。久しぶりじゃん。いつもこの間ね500ぐらい。マジっすか。さっき30分なんか600ぐらいでしょ1000いくんだよさっきよね30分15分で200件振るあ、そうっすねすごいっすぴったり600だったの確か600で確かぴったりカストって入ったから600ね本当にね見たいっすよ、ゆうさんたまはいや、でも本当に僕ね、あれなんて予定ないっすよそんなこと言ったらあかんあかん、まあ、2日あるからそう、あと48時間ぐらいあるからね、うんとりあえず今日みんなで飯行って考えようそうっすねいやー見たいなもう初めてなんでタワーとか見たことないっすもん初みたいなユイさん見たいなと思ってレイトがやるかいやいやいやまだ偉そうもんねアルコール禁止だそうアルコール禁止だレイトのアルコール俺が飲んじゃう逆にタワー入ってもレイさんお前どうして見てるぞいやとりあえず今月いっぱいで2週間長いよね長いっすねだってユイのバースでもお酒飲まれたことでしょいやまあその日だけ会議しますいいんすか病院の選考に何もやらないですかみんな病院の選考って言わない昨日も思ったけど病院の選考とか言わない病院の選考何もやらないですか病院の選考っていやもう中二病なんで言ってくれない病院の選考病院は先生にしてあげる選考っす病院は選考っすお前何も直してもらえないよ病院の選考ってさ僕この前行きました整体に行ってなんかじゃあ中二病ゲームしますかやりますか誰が一番中二病発言したかをちょっとねあーいいっすね言うてみるっていうすいません僕じゃあ2人が来る前にめっちゃ中二病発言してるからなあしてた難しいなハードル高いです中二病発言なんかあだ名とかないですかあだ名中二病のあだ名を今考えるってことお前のお題一番難しいよいやいやランサーだったらあるじゃないですかトルネードランサー俺はトルネード俺はトルネードランサー昔のあだ名トルネードトルネードあ自分で作ったやつねアイコンでねトルネードあー錆びれたナイフ的なやつあーそうそうグリーンのやつ俺はトルネードだからトルネード超出せトルネード出せもう書かれるみたいな感じでしょトルそう今お前が振ってきたから入り口はそれっすよね
風の外、風の外遊はあれ地元どこだっけ、青森、絶対あれじゃん、青森、北斗の剣じゃん、風の外遊、ブルーフォレスト外遊っすね、ブルーフォレスト外遊、ブルーフォレストやっぱりランサのトルネードランだったらハリケーン外遊で行くかも、青森の壁やな、青森の壁壁でかいからね、青函トンネルお前が守ってるでしょ北海道からの入り口をお前が塞いでるこうやってずっと塞いでるでしょ、外遊が気分で通すんだ北海道までダークユリオンかな俺は、ダークユリオン、ダークユリオンでもさ恥ずかしくて言えないね、なんか本当俺とお前だけでは盛り上がってるユイとレイとの顔見ろよ、そうなんですか、え、そうですか、え、そうですか、ミヤさん、ユイゾンだ、ユイゾン、あ、調子乗っちゃってユイゾン、またハブです、もうちょっと言ってください、ユイゾン、こう開いてるんだ、ブルゾン、レイト痛いわ、ブルゾン、レイト絶対やんなくちゃう、やべえ、35こそっと言おうかなと思って、2人だけの時間ヒューが否認して幅取ってんだよ、ユイはお前が幅やっぱ青函トンネルの壁がいるからユイはなかなかこっちサイドに寄ってこれない、気使うわやっぱり、シュガーさんです、シュガーさんって言ってこい、ガヒロ T シャツ飲んでくれてんの、何でこうやってアス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 って何だよ、アスアスほらもうゴムつけて否認してヒューガーしかない否認は大事だよ、おい俺も何を知ってんだよお前らは、セックスセックスで、セックス、ほんとにさあね、じゃあ10分前になったから今告知して、告知ですか、はい、忘れですか、まあ明日、明後日元気よくない、元気、明後日ゆいさんのバースにあるんで皆さん来てください、明日、まあ、僕らも大好きなうちのドリームのユイ主任のバースでありますんで来てください、明日よくできた、明日どこ見てんの、あっち見てんの、はい、あっち見てます、明日じゃない、明後日だよあ、バースでは明日じゃないからね、あーバースでは明後日だよ、紛らわしいよ、紛らわしいよバースでは明日、明日は通常日なんだね、そう明日は通常、明日、バースで明日、明日何じゃない、あそこにバースで明日、明日ね、明後日来てください、20日は休みが、いや僕出るんで、いや行くよ、ちゃんと来ますね、お願いします、塩川は来るし、塩川は来ます、待ってます皆さん、バースで、ね、バースですね、塩川も本流だもんね、本流、塩川本流っす、本流誰誰、明日もね、ヒューガの明日も待ってます、知り合いのやつ、塩川は川塩水塩小石塩ポテロング、グンドテよいしょやめよ、やめよ、俺ら二人きりな時にしよう、これそうっすね、そうっすね、またゆっくり二人でバリアに行きましょう、そうっすね、はい、やめよ、やめよ、海行かないの、あと10分か、海はね、まあ行く人は行くはないかな、海行くっしょ、夏っすもんね、行こうよ、8月行こうよ、行きましょう、みんなで、よっしゃい、行ってきます、ゆうさんも行きますよ、いつぶれをつぶれましょう、これ最後どうやって終わるんですか、え、普通に俺が最後一人だけ面白いことして終わるっていう、あー多分この流れで、でもまだ1000いってないから終わらないから、そうっすね、あとだって90何だっけなんだよ、潰してください、僕のことほんまに、そうっすね、あの本当にここ最近ね、すごい潰れてないんで、アルバンドはあるよ、買ってくる、ヒューガが、ありますよ、言うてくれたら、ヒューガが買ってくる、今流行ってるよな、アルバンドね、うん、かわいいよな、でも俺アルマンドあんま見たことないんだけど、なんかね、なんか何、トランプじゃないけど、なんていうのあれ、スペードかな、あインスタとか見てもらえればなんかいっぱい上がってるわ、キャバ嬢さんたちがね、キャバ嬢のイメージだよね、なんか、うん、インスタでめっちゃ出てるみたいな、アルマンドいくら、うちで出したらどれくらい、2-30すんじゃない、ですよねすらないかな、色によるんじゃない、色で変わるんですよ、わかんない、俺シャンパンはなんか色による気がなんでもね、来てくれたら嬉しいわね、ルマンドなら100円だよ、ルマンドじゃなくて俺もあれのが好きやわ、なんかパフパフのやつ、何それ、スポンジのルマンドみたいなやつあるやん、 あれな、そう、ある？わかんない、そう、テディベアは、テディベアはもうあるよ、テディベアってテディベアだよね、あの限定のやつですか、あ、そのオールのやつ、クマ、そう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 、
おられないやつあります、ね、俺あれなんだろうと思って聞いたらテディベアだったよ。テディベアって、あ、本当にその名前なんですか。そのままやみたいな。あれいくらですか。2、30。あ、そうなんですか。みんなそのぐらいですよね。テディベア、テディベア、浜崎あゆみね、浜崎あゆみ。あれいい歌だよね、マジ好き。寝てたら枕元に置いてたんだよ。Are you? You and? Us。アス。え、俺の誕生日いつ？アス。違う。アサス。アサス。違う。ユーさんの場所でアサス。アサス。ホスホスみたいに言うの。じゃあ今日のアスアス。なんかね、この終わった後にいつもあの動画を撮るの。30秒のね、宣伝の。それはホスホスの宣伝風にじゃあお前撮ろう。ホスホスの宣伝撮ったことないですけど、いいっすか？見たことあるよ。ナイトチューブでホスホス持ってくんの。怒られる？怒られるよ。あります？はい。ないです。でうちの店多分細々の CM 動画撮ってる人一人もいないね。うちないなと思ってるの。誰もね。クマ入れるからユイ枕して。いいっすね。2、30で枕す。パス。じゃあとりあえず入れてから考えましょう。ですね。スバルさん撮ってんのか。いや撮ってないな、あの多分あれね、クローズアップ的な。やつやと思う。でも分かんないけど。基本見ない見ない。確か誰も撮ってなかったと思うんだよな。いや撮ってないな。撮りに行ったって聞いたこともないし。ライヒュー、ヒューが気になります。ランサン、サンラン、ちりばめた卵で書いてサンランですか。あ、梅弁にな、カメが寄ってくるから、カメがやるやつ。KJ は雑誌とかに載ってないよね。載ってますよね。載ってますよ、載ってますよ。あ、ちなみにワイプラあれだね、発売したんだね。ワイプラスにね、なんか僕乗ってるらしいんで見てください。 KJ はドラマッシュ、 KJ はドラマッシュ、まあ古谷健二だからあれはどっちかって言ったらです。かわいい。あーあと50秒、やばい、あと50秒よ。なんで KJ なのって俺も未だに疑問なんだよね。ぶっちゃけ聞いたことないからな。そうですね、確かにそれたまに聞く人いますよ。うわ、1000いかないじゃん。残念。もったいない。あと50、やっぱりあと50。で、ダーニューは、ね、次からじゃあレギュラーとしてね、はい、これに出てもらうから。あ、こっちはレギュラーっすか、僕。とりあえず外遊、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 外遊って、そう、デブ書いて、デブ、デブって書いて、デブ。デブ、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 あのね、20日、バースデーお願いします。そう、千人さん、バースデーあるんで。で、今日、スバルさんもバースデーしてるんで、で、僕ら行くんで、よければね、はい、そこで、楽しみましょう。はい。じゃあ、あとちょっと頑張れ。あ、まあと30で、あと30。さあ、みんな頑張って。すごいな、メンタル来るけど頑張って。お店のために頑張って、あと。じゃあ最後ね、ヒューガのね、一発芸でね、終わりたいと思います。じゃあ、ヒューガどうぞ。はい、昨日用意したやつな。藤沢由衣主任のバースデーあるんで来てください。せーの、アサス。はい、じゃあ